はいどうも、プロボーラーの磯 P です。はい、今日のお話なんですけども、今日は主に、初心者の方に向けてという感じなんですけども、そのボーリングを始められたり、マイボールを初めて作られたり、逆にマイボールを持ってないハウスボーラーの一般の人からいただく質問、競技ボーラー以外ですね、競技ボーラー以外の方からいただく質問の中でぶっちぎりで一番多い質問、はい、何だと思いますか。はい、そう、どうやったらボール曲がりますか、どうやって回転つけるんですか、っていうお話がぶっちぎりで一番多いです。はい、っていうね、回転はつくけど曲がらないんですとか、なんかそういうね、いろんな話はありますけども、結局そのね、ボールを曲げるためにみたいなね、お話をしたことあるんですけども、そこでも言ってるんですけど、そういうところの注意点とかね、ボールを曲げるために、横回転ターンをするわけですけども、そういうところのね、基本のお話を今日はねしようかなと思います。はい、ということで、はい、ボールを曲げるということなんですけど、曲げるといってもね、そんな高回転なんか別に線でも曲がるんで、全然問題ないです。高回転しなくてもある程度ちゃんと、レイアウトしたそれなりのボールをそれなりに適当に投げときゃボール全然曲がります。はい、でもね、やっぱりちゃんと曲がった方がかっこいい。はい、もちろんかっこいい、曲がった方がかっこいい。ただ曲がるだけで全然ね、ピン当たらなくても、ちょっとねと思いますけど、曲がりは曲がりだけね、それでいいっていう人ももちろんいますし、もちろんしっかり、ポケットをつくんだったらグワーンと曲がって、ポケットをついた方がね、やっぱりピンもしっかり飛ばせそうな気もしますし、もちろん高回転に憧れるっていうのもあります。そういうところへの第一歩にもなるところなんでね、別に俺らが高回転にしか興味ないからターンなんかしねえよみたいな、興味ねえんだみたいなって思ってる人も、もし自分がまだできないんだったらぜひ聞いてください。はい、でね、意外とそのボールを回転させるために、結構そのローダウンとか高回転を気にされてる方、すごい、これ動画とか見ててもすごい思うんですけど、すごい勘違いされてる人が多い。みんなね、このリストアクションばっかり気にしすぎるんですよね。例えばここで抱えて離すとか、だからすごいここでこの肘をこのすごい曲げてみたり、こんなんしたり、ただもちろん肘曲げてもイメージ取りやすいんですけど、ただそうした方がやっぱりブレっていうのは大きいですし、力のロスも大きいんで、例えば高回転のスピードのあるプロボーラーを見ると、そんな変に肘曲げたり手首曲げたり抱えたりみたいな、そんなんしてないですよね。はい、それはそうですよ、その無駄が多いからですよね。はい、ただその無駄を省くところにもつながるんですけど、基本的にボールはターンすれば曲がります。ただそれを覚えていって、徐々に、そのリリースの感覚とかを掴んでいって、曲げたい人、もっと回転つけたい人はそういう道へ進めばいい。ただ最初は基本的なところからやっていくところが多分一番の、近道だとは思ってるんで、はい、まずそういうところからも、基本を考えてみて、やってみたらどうかなと思います。はい、多分ね、ちょっと今撮りながら思いましたけど、このままだったら多分画面近いんで、ちょっとカメラ離します。はい、こんな感じで見えるかな。はい、多分映ってるはず。はい、ということで今日はね、そのターンをする仕方というかね、簡単なコツとかね、イメージっていうところで教えたいと思います。はい、まずターンどうする。手を回す、回す、これだけです。はい、この回す、ただ注意点あります。はい、この回すときに結構ね、多いのが、この早く回しすぎて手がこう横を向いてしまって、早くから横を向いてしまって、このまま投げてしまってる人、このままこう投げてしまって、だから3本抜けみたいに、この3本同時抜けみたいになって、一応親指の方から短いから抜けるんですけど、実際はそのターンがかかってってるほどね、回転ローテーション 横回転にならないみたいなね、多いです。だ、実際このまま横向いてるけどすっぽ抜けて、実際全然回転がしない、曲がらないっていう人ね、これ女性の方すごい多いです。はい、それと多いのが、ボールを持ちすぎて、この
ずっとこの持ちすぎて持ちすぎてぐわっと回しすぎる、こっからそのここら辺で抜けて回したいのにボールを持ちすぎて回しすぎてここら辺で親指抜けてから回るんでオーバーターンみたいな、手がぐっと回りすぎてもうすごいコマみたいに、ま、あの回りすぎる、まあ、それが絶対ダメっていうわけじゃないんですけど、ただその安定したしっかり曲がりをね出すっていう意味では あまり向いてないかなと思うん で、はい、でここで正しいターンっていうのはね特にはないんですけどね、まあ、ボール曲がりゃいいんですけど、曲がって一定だったらいいんですけど、まあ、実際はイメージ的にはねこのターンをしながらボールをしながら離すっていうのがいいです、いいですって言ってもね難しいんですけども、実際ボールは回し出すのは右利きだったら右の膝、この後ろにある足ですね、こちらの足、まあ、大体足とか膝に当たるぐらいからここら辺から回し出してこのボールが離す横、膝とかかかととかここら辺で回し終わるというか、ここら辺でまあボールが離れるんですけどね、実際ここである程度このしっかりとスイングができてるとここら辺でもう回し出した時には、回し出した時に親指抜けると思います、回し出した時に親指が抜けていって最後このターンが終わるぐらいの時にはもうボールが落ちていって指で転がして押して転がしてあげるっていう、その時に僕日頃から言ってる引っ掛けすぎない、ある程度自然に乗る分にはいいんですけど、この時に結局こう引っ掛けるような感じで投げてしまうとこう引っ掛けて縦の回転が強くなってしまってロールアウトしやすいっていうね、そんなことが多々あります、よく見受けられます、はい、なのでしっかりと送り出すターンをしていくとこの自然にこのボールの感触というのは軽くなっていくと思うんで、それをしっかり前へ送り出すようなイメージでやってもらえると、ね、しっかりとした横回転というのはつきやすいんじゃないかなと思います。それが例えばこの手首が完全に折れたまま上を掴んでこう回してしまうとこうね UFO みたいな回転になるとやっぱり曲がりづらいですし、でその時にしっかりと思いっきり曲げてやろうと思ってグワッて力入れてると重さに負けて手首が折れるとかね、でそういうのもあるんで、まあ、そういうのは僕も脱力シリーズ動画上げてるんで、まあ、そこまでよかったら見てもらったらいいかなと思うんですけども、はい、まあ、それリンク貼っときます、よかったら見てください、はい、で、まあ、気をつけること、あとそうですね、まあ、その時に、まあ、この引っ掛けない、この引っ掛け上げた人って大体この指がグーってこう手がグーというかこうね内側向くぐらいなったり、逆にその引っ掛け上げすぎて手のひらが前に向いてねこうなる人なんかはやっぱりそのしっかりとターンをしても結局こう引っ掛け上げるんで縦の回転になりやすいんで、だからしっかりとよくねこの、まあ、実際は違うんですけど握手をするようにって言いますよね、初心者昔からボールを曲げるのにしっかり握手をするようにみたいなっていうのは、この握手をするようにってこの手のひらを横に向けたターンをした後の状態なんで、握手をするように前を出す、前に出すってことは自然にターンをしましょうみたいな、まあ、そういう意味合いです。でどうしてもそれができない方、やっぱりねこのタイプによってなかなかねしづらい方もおられます。どうしてもしづらいっていう方はこの構えたりスイングしたりするのをちょっとだけ内に向けてください。あんまり内向けすぎるとこのボール当たって脇開く原因になっちゃうんで、本当にちょっとだけでいいです。ちょっとこの斜めするだけでこのスイングからリリースの時にこの進行方向に対してちょっと内向きに重さがかかるんで、自然とボールが内にこぼれやすくなるんで、内にしっかりこぼれると自然なターンかかりやすくなるんで、どうしてもダメってことは試してみてください。ただあんまりこう横で構えすぎると当たったり上を掴んでオーバーターンみたいな感じにもなるんでね、そこはちょっと注意です。はい、だいたいね、コツイメージとしてはこんぐらいです。まあ、実際ねそんなに難しい話ではないんで、ただその感覚っていうところは人によって違うと思うんで、そこは大事かと思うんです。ただそのどうしてもできない人とかっていうのは原因がね僕の中では2つあります。しっかりと親指の調整ができてない方、
親指の調整ができてないと、どうしても緩くなって握りすぎて力が入る、はい、プラスこの力が入ると握ってしまうと自然なターンができないだけじゃなく、ね、全体力入って引っ掛け上げやすくなったりというところもあるんで、親指はしっかり調整してください。逆にきつくてもこのしっかり手を回してこの自然に離していくってことは、抜けなかった時にそのままズボンって一緒に、ね、体が持っていかれたりすることもあるんで、逆にきつすぎてもそこら辺はしっかり意識できなくなるんで、指をしっかりね乗せて転がすっていうところよりも全部をパッて離しがちになってしまう人も結構その指が抜けづらい人が多いかなと思います、はい、だからまずその親指の調整もしっかり、ある程度この親指だけで触れるぐらい、なおかつしっかり抜けるぐらいのね、まあ、調整とかはまず必須です。それプラス、まあ、今のね、まあ、力入るという話しましたけど、まあ、力が入る人、力でグッと振りすぎて、だから結局握りすぎる、持ちすぎるみたいな人、この人も結局、まあ、ターンができないとか、まあ、強引な抜き方になったり、こういう横みたいなスイングになったりする人っていうのは意外と力が入りすぎてる人が多いです、はい、だからね、いつも言ってることにつながるんですけど、練習するときは軽く投げましょう。最初はもうちょこちょこっと歩いていって、もう軽くピュッと転がす、これからです。これ基本です。たまに、ね、おられるんですけど、軽く歩いて投げれないんですっていう人おられます。絶対軽く歩いて投げれるようになっときましょう、はい、僕はねあんまりそういう強制はしないですけど、この軽く歩いて投げるっていうのは、この練習投球の時とかもそうですし、例えばこんな冬の、ね、寒い時にいきなりビシッて投げて怪我される方いっぱい見てるんで、まあ、そういうところも含めて、で絶対最初ウォーミングアップは軽く投げてほしいん でそういうところを、例えば練習とか調整とかっていうのも、いきなりしっかり投げるっていうのは、まあ、できないことも多いですし、まあ、怪我のもとにもなりやすいところなんで、まあ、そういうところはね本当にしっかりしていただきたいんで、軽く歩いて投げるっていうのができない人はまずそこを練習してほしいです。だからね、その軽く投げて、まあ、そういうターンをねちょっとずつ、これね前も言った月田さんでも言ったんですけど、月田さんね、そのしっかりとね軽く回してボールを前に転がすっていうのがすごい上手いんで、多分ねそこは僕が投げるより月田さんの方が上手いから月田さんに取ってって言ってるんですけど、ね、なかなか取ってくれないんで、まあ、そのうち取らせます。はい、まあ、とりあえずねこんな感じなんですけど、まあ、復習、はい、まずボールを負けるためには横回転をつける、横回転をつけるためにターンをする、はい、ターンをするために無駄な力を入れない、はい、引っ掛けすぎない、はい、まあ、大体これぐらいなんですけど、まあ、後ろ足のね、つま先とか膝とかぐらいから回し始めて、このターンが終わる頃、前の足、右利きだったら左足のところら辺でターンが終わるんですけど、この回しながらターンをしながら親指を抜くイメージだから、このリリースのところでターンが終わるんじゃなくて、ここでも指が抜けて終わるイメージで投げれるといいかなと思います。ただその回しながら、ね、離すっていうと結構そこばっかりに意識しすぎて、この上を掴んでこう回しながらねキュッて投げちゃう人もいるんで、そこは本当に自然にこぼれるように、どうしてもできない人はもう最初から足を広げて、もう軽く本当にこのスイングだけで、ここからこの手の動きだけで回しながら投げるっていうところだけを練習してください。ただね、このファールラインの際で、そうね、スイングをずっとしてると、まあ、横の人の邪魔にもなったりするんで、まあ、横のお客さんがいない時とか、まあ、そういうところはある程度見ながらやってください。まあ、一歩助走、ゼロ歩助走、ね、大体そういうところをね、意外と気にされてない方多くてね、結構もうトラブルとかもね、聞いたりするんで、まあ、そこは気をつけてもらって、まあ、ずっと何回も素振りするんじゃなくて、ただそうずっと素振りをすればするほど実際投げるときに投げづらくなります。だからこの実際こう素振りするときはある程度早めに何回かぐらいまで決めといて、実際この状態を持って 1,2,3 ぐらいでピュッと投げる、ずっとブラーンブラーンってして投げる人、実際そういう人ほど
実際できるようになるのが遅いイメージはあります、はい、なんでねそこら辺は注意してやってもらいたいと思います、はい。まあ、またねそこら辺の実際の練習とかはまあ突き出すと一緒にできればいいんですけどね、まあ、なかなか一緒にね撮る機会もないんで、まあ、またね突き出すにもそういう動画を撮るように言っておきます。まあ、今日はねそれを曲がなかなか曲がらない人に向けての、まあ、ターンをしましょうっていうお話でした、はい、参考になったなと思う方高評価とかチャンネル登録をしておいてください。はい、では今日はねこれで終わりたいと思います。ツイッターやね Facebook のフォローの方もお待ちしております。はい、それでは最後までご覧いただいた方ありがとうございます。それでは。